基本的には親指が動くんでこういう感じですね。親指が動く。この2本に関しては1、2弦しか弾かないんで。分かってるんですけどできないんですね。こういう感じですね。でいくから。でこういう風にブレると、まあこれ極端ですけどね、こういう風にブレるとここもうまくはまらない。だから結構あんまりこうねブレないんですね。抑え直してるとやっぱりこっちに切り取られちゃうんで右も崩れてくるし。